ひしかりたかしひしかりたかしから1952年7月31日は日本陸軍の軍人外交官。最終階級は陸軍大将。栄転は君一等降五級。陽名、高吉。薩摩藩士ひしかり八郎太の三男として生まれる。成城学校を経て1894年7月陸軍士官学校を卒業。同年9月、 陸軍将尉に任官し、日清戦争では、不評第三連隊付として出征した。1902年11月、陸軍大学校を卒業。不評、第26連隊中隊長、陸軍富山学校教官、台湾総督府参謀を歴任。日露戦争では、第一軍参謀として出征した。富山学校教官、教育総監部会員、欧州出張。 陸軍省軍務局会員陸軍不評学校教官、不評第四連隊長、第二師団参謀長などを歴任。1918年7月、陸軍省省に進級し、不評、第23旅団長、富山学校長などを経て、1923年8月、陸軍中将に進級。由良要塞司令官、第8師団長、第4師団長、 台湾軍司令官などを歴任。1929年8月、陸軍大将に進み、関東軍司令官、軍事参議官、満州国大使などを歴任。1935年8月、予備役に編入され、1941年4月に退役した。大日本中令検証会会長、大日本剣道会会長も務めた。ありがとうございます。